和州下町探偵団源さんです。今日はね、日本橋堀留町に来てるのだ。もうがっつりね、大繁華街なんだけど、こういう昔ながらの建物なんかが結構ね残ってたりするんだよね。あの建物なんかもなんか古くからあるような、明治時代にできたような作りだけど、多分作ったのは最近だろうね。まあそんなこんなで、ね、結構超近代的であり、実は古い町なので、古い景色も意外とそこらに残っているという町なのだ。で、今日は何かというと直下です。下町ちょっと変わった神社シリーズ。緊急事態宣言も終わって焼き鳥やってるね。だけどね、こっちなんだよな、かっこいい店は。キハ、どう言ったらいいの、電車居酒屋。キハってね、車両の何、コード番号みたいなやつ、うまく言えないけど、ここはまだやってないんだね。なんか電車好きの人がたくさん集まって、電車の部品とか、これ部品の一つかな、なんかそういうのを見ながら、それについて語り合って、なんかそういうのが好きな人は、まあ、いるぜ。電車好きな人。撮り鉄とか、なんとか鉄とか、そういう人たちで賑わってる、まあ、ある意味結構有名な店です。で、来たのは出世稲荷。ここがさ、なんつうの、ビルの一角っていうか、一応ビルの一部なのかな。だけどなんか神社としては、ここ洗濯機がね置いてあったりね、あれも洗濯機なんだよ。なんか洗濯機の裏の方にもういろんな何日用品がごちゃごちゃってある中、ほらこういうとこもあったりとか。これみんな洗濯機か、洗濯機置き場なのか。でその一角を一番ドン付きになんとなくあるという神社。ただね、こっちから見ると、まあ、入ってきてこっち側に作れなかったんだね、神社きっとね。だから一回鳥居くぐったら右に曲がる感じだね。右に曲がったら結構なんていうか、ちゃんとした神社でしょ。だけどやっぱりビルの一角っていうか階段の下になるのかな。はぐみって書いてあるってことは、飛びの人の関わりある神社かしら。出世稲荷神社、中も一応入れないようになってんだよ。あ、賽銭箱もあるんだね、これね。見えるかな、暗いかな。まあ、ちょっとね、まあ夕方に確かになってはいるんだけど、ほらなんかこじんまりとしてるっていうか、狭い空間に突っ込んじゃった感じしない？一応ちゃんと出てもらえるようになってる。でこっち行くと、なんかこっちは正面玄関っぽい顔してるじゃない。でも実はこれ隣のビルだし、から入ってこいでもここは道がないし、だからビルの本当に奥の方にちょこっとあって、しかもなんかいろんな、なんていうの、白物家電の中に埋もれてるような、ちょっとね、ちょっとかわいそう的な感じの神社なんだろう。マンションかな。
そうだよね。たくさん自転車置いてあるから住民の人の自転車だよね。マンションだよね。でもマンション、このマンション自体は結構ちょっと年季入ってる感じするね。うん。まあそういうわけで、ビルの奥にあんまり大事にされてないようになんか鎮座されしている出世稲荷を今日はちょっとお届けしました。今日はこの辺で、これでいいのだ。